こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、購入した商品が不良品でした、返品のやり方の方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、商品をですね、メルカリから商品を購入した時に、不良品ですね、これがやっぱりある時あるじゃないですか。で、不良品とは分からずに、分かるかどうかっていうよりも、まあ、これをね、必ずチェックしてほしいんですよね。購入した商品ですね。はい。で、ですね、購入した商品を調べないとですね、例えばですね、この商品がダメで、ダメな状態でね、仮にですよ、受け取りですね。はい、受け取りをしてしまうと、受け取り評価ですね。で、そのままですね、終了したんですね、取引が。はい、なので、ここがですね、一番怖い部分なんですよ。なので、絶対ですね、この購入した商品、不良品ですね、調べてほしいんですね、ここもね。はい、で、もし不良品である場合はですね、事務局あるじゃないですかね。こちらですね、連絡ですね。まあ、連絡していただければ、ですね、まあ、事情ですね、ちゃんと事情を説明しますね。はい、そうすることによってですね、事務局の方で購入金額ですね、これをですね、返金ですね、返金されますし、で、相手とのですね、売ってきた人間との取引ですね、まあ、交渉の方できますので、まあ、取引ですね。はい。なので、絶対ですね、これを押さないようにしてほしいんですよ。はい。で、返金されましたらですね、まあ、商品をですね、相手着払いですね。着払いで返金、返品すればいいので、問題ないかと思うんですけど、まあ、ここを押してしまった瞬間にですね、返品ともできますけど、相手がですね、反応しないとですね、もうこれで取引終了になっちゃいますので、購入した自分がね、購入した自分のせいになってしまうんですね。なので、ぜひね、この絶対ですね、不良品を購入してから調べて、受け取りボタンを押していただければね、あとは事務局ですね、こちらを使ってやっていただければ対応できますので、ぜひね、この点安心してください。はい。それではですね、こちらの方ですね、ですね、LINE アット登録していただくと、以前一番販売していたね、カメラ教材を無料でプレゼントしています。はい。で、それですね、YouTube に、まあ、コメント結構いただいてるんですけど、まあ、こちらの方ですね、LINE アット登録していただかないとですね、コメント返信してませんので、ぜひその点注意してください。はい。あとですね、こちら無料のですね、オンラインセミナーも等ですね、してますので、ぜひ興味ある方、お待ちします。はい。では本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。